キャサリン・ベリースはアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコ出身の女子プロテニス選手。現時点ではまだ WTA ツアーでシングルス・ダブルスともに優勝はない。自己最高ランキングはシングルス35位、ダブルス149位。身長168センチメートル、体重50キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。シシーの相性がある。 3歳からテニスを始める。当時15歳の世界ランキング1208位であったが、全米テニス協会の大会で優勝し、主催者推薦選手として2014年、全米オープンに出場した。1回戦で、第12シードのドミニカチブルコバを61、46、64で破る主君を挙げた。2回戦で、ザリナディアスに36、60、26で破れた。 ベリスがまだアマチュア選手であったため2回戦進出の賞金6万420ドルは受け取ることができなかった。ベリスは2014年のジュニア世界一になった。2015年のマイアミオープンでは3回戦まで進出し、セリーナ・ウィリアムズに16、16で完敗した。2016年7月のバンク・オブ・ウエスト・クラシックではベスト8に進出。 全米オープンでは3回戦まで進出し優勝したアンゲリック・ケルバーに16、16で敗れた。9月に17歳でプロに転校する。11月の WTA125K シリーズのホノルルオープンの決勝で超卒を64、62で破り優勝した。2017年2月のドバイテニス選手権では3回戦で、当時6位のアグニエ氏からドワンスカを64、46、 62で破りトップ10選手に初めて勝利した。2017年ウィンブルドン選手権ではマルケタ・ボンドローソバと組んだダブルスでベスト8に進出した。2017年8月14日付で35位となりトップ50入りを果たしている。2017年の WTA アワード年間最優秀新人賞を受賞した。2018年3月のマイアミオープンを最後に 故障のためツアー出場から遠ざかっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。